本日暗いです。はい、皆さんおはようございます。セノンです。いや、なんかね、今日暗い、ほんと暗いですね。これで午前中の明るさで、今これライト使ってんですよ。でもうね、ライトのね、角度もね、決まらないし、もうね、今どのぐらい暗いかっていうと、はい、ライト消します。暗いこんなに光入らないのかっていうぐらい。ちょっと今撮影場所をどうしようか、考えようと思っております。じゃ、本格的にちょっと撮影状態とか場所とかね、明かりどうするとか、レフ板とかね、考えなきゃいけなくなってきましたね、本格的に。で、まあそれはまあちょっと、だから今日はピントが、要するに暗いと何が困るかっていうと、ピントがこうあっちにピントずれて、こっちにピントずれてってやるんですよ。なのでそれってボワンボワンの絵になっちゃうので、それを防ぎたいなと。まあとりあえず今日はこの状態で、一応毎日配信したいので毎日撮影はしているので、まあこんな日もあるさで、ご了承ください。で、よいしょ。いや、もう本格的に冬って感じですもんね。はい、今日で、今日のアドベントカレンダーは、これ6、間違いなく6。はい。もうね、自分が自分で信じられないので。で、6出てきたものが、ピント合ってくれ、あった。はい、ルイボスアフリカスイプラって書いてますね。で、これ何かっていうと、まあ、ルイボスって書いてあるので、ルイボスティーが、ベースで、それにストロベリー&クリームフレーバーズって書いてあるから、ストロベリー&クリーム、いちごミルクじゃないのっつう話でございます。で、さっき入れときました。正面にね、ルイボスです。いや、本当に匂いはストロベリーティーの香りがついてます。いちごミルクっていう味じゃないですね、ストロベリーティーかな。で、甘くはないので、あ、でもルイボス自体がとても美味しい。なんかここの会社のルイボス美味しいな。はい。で、はい、今日も、はい、昨日のね、なんか昨日うにょうにょやりましたけど、うにょうにょやった結果、あれからちょっと考えまして、いろいろ。やっぱりね、この形で落ち着きました。はい。ガーランド、やっぱこの形なんだなっていう。はい、この形に落ち着きました。昨日とちょっと違うのは、縁側、ここの両側、両端側。ストールって言って、茶色と白のね、糸でそれぞれストール編んだ時と同じように、この三角形を両端に持ってきました。そしたら、こう、ガタガタしないで、まっすぐ、直線っぽくなるので、で、この編み図的には、見るかな、はい、鎖編み3目が元になって、鎖編み3目で立ち上がって、で、長編みを2つ編む。ここが一番下になります。で、こっから3目立ち上がって、1目編んで、同じところに長編みってこの三角を作って、で、2段目はそのまんま鎖編み1つしたら、もう次のこっちの端っこに長編み、鎖編み、長編み。っていう三角作っちゃいます。で、三段目から、この真ん中のね、ところが入ってきまして、で、これは、ここの真ん中は、長編みが三つ、これ長編み三目入ってます。長編み三目入ってる編み地なんですけれど、この編み図、何かというと、こっちですね。はい。全然、編み図を変えてみました、編み地を。で、これは何かというと、中長編み5目の玉編み。なので、コロンとしてます。ポコポコっとしてます。で、中長編みの玉編みは、編んだら後ろ側がポコッと出るんですよ。で、それをこう、行ったり来たり、行ったり来たりしてるので、交互に、まあ、あんまり変わんないですけどね。これ、細い糸なので、あんまりボコボコ加減変わんないんですけど、まあ、ちょっとぷっくりした感じの編み地になりまして、今日は、一応この、色何色あるんだろう ?8 色ですよね。8色あるので、4色はこれ。で、あ、違うな。違う。そうだ、そうだ。で、もう1個ね、これ1枚。何段あるかっていうと、1、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10段あるんですけど、10段あってもまだもう1個ぐらい全然編めそうなぐらい残ってるので、それぞれそうだね、それぞれこの長編み3目の作ったやつとこの中長編みの玉編みで作ったやつをそれぞれ1枚ずつ同じ色でね作ればいいのかな。違う違う、8色じゃない、5色10色あるんだ。だから5個ずつだ。1色につき玉編みのやつと、普通の長編み3目のやつと2枚作っていけばいいかなと思います。でまず今日はこの玉編みのやつ編んでいきます。でまず鎖編み3目1,2,3見えるかな、鎖編み3目編みました。そしたらそこからさらに鎖編みを3目編みます。で、ここ鎖編み3、この一番最初の3目目のここはちょうどこの立ち上がりの3目が来ると思って、次ですね上から数えて4目目、5目目かな、1,2,3,4,5目目によいしょ長編みを入れて、次も長編みよいしょ。これで一応長編みの柱が3つ立ったってことになります。でここから 1,2,3 目編んで、もう1目編んでぐるっと回して、でここの根元に長編みを編んで三角形を作ります。で1つ鎖編みして2段目なので、すぐこっちの立ち上がり3目ですね、立ち上がりの 1,2,3 目目のところにブスッと刺して長編み鎖編み長編みっていう風に、でここでまた 1,2,3 目立ち上げて、もう1目立ち上げてくるっと回して、で長編み、で1つ鎖編みしたら、今度ここの三角形と三角形の間の鎖編み1つのところに中長編みの玉編みなので、これで 1,2,3,4,5 個5回かけては持ってきて、かけては持ってきてってしたのを一気に引き抜き編みをして、で1つ鎖編みして落ち着かせます。これで玉編みですね。でもう1個鎖編みして、で今度この立ち上がり 1,2,3 目目のところによいしょ、はい長編み鎖編み長編み、なので両端はこの長編み鎖編み長編みで、この間に中長編みの玉編みを入れていく。中身のこの中長編みの玉編みだけがこうどん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 増えていく、 1,2,3,4 って1個ずつ増えていくことになります。まあまあちょっとね、照明って感じですね。これならこれでよく見えるかな。で 1,2,3,4 4つ編んでくるっと回して、はい根元に長編み、1つ編んでここに中長編みの5目ですね、引き抜き編みして鎖編み1つで落ち着かせて、もう1回鎖編みして、で次で引き抜き編みして落ち着かせて、でもう1回鎖編みして、今度立ち上がり 1,2,3 目目のところに長編み鎖編みというふうに、まあ、これを10段ですね。今3段目終わって、1、2、3段目、4段目終わったので、これを10段まで編んで1つ終了ってことにしたいと思います。すぐ編めそうで、意外と糸が細いので、なんかね、意外と時間かかるんですよ、これ。だからちょっと暇つぶし的にはいいかもしれないな、みたいな。結構まあクリスマスカラーでも何でもないので、お誕生日でもお正月でもね、好きな時に使える。1個作っとけば何かの時に
出せるかなとちょっと思ってるので、基本ね使えるものしか作りたくないと言いますか、実際自分でね使いもしないのに作るっていうのはあんまりやりたくないなっていうのがあって、白と茶のストールかと思いきや首にしか巻けないのとかも実際使ってます、使ってるんですよ。バッグもブローチも、もちろんクリスマスオーナメントも実用性重視で。いや本当にライトどうしようかなとか、こうちょっと工夫いろいろ調べて工夫してみないとですね、あまりあのほら本格的なライトとかね、やれ撮影機材だって買う余裕もないですしねもう受験生いるのでいっぱいいっぱいですんで、だからちょっとある家にあるものでちゃんと撮影できる方法をちょっとこれから本格的に本気でね試行錯誤せねばならんかなと。アルミホイル貼ってレフ板作ろうかなとか、ちょっとね撮影場所今まで使っ、今ここでねやってるんですけど、場所を本格的にちょっと変えて、夏はねここがこう光が安定してて今撮影してる場所が良かったんですけど、冬はまた違うとこにしなきゃいけないのかなって、こう本当に今日本当も普通の午前中なんですけど暗いのでこういう日もねたまにあるんですよ。本当に暗い、どんよりっていうか、まだ明け方じゃないのぐらいの薄暗さの日っていうのもあるので、よいしょ、まるでね夕方に撮影してるみたいに思われちゃうかもしれないけど、れっきとした午前中でございます。あと 3段半でおしまいかな。じゃあサクッとやっていきましょう。はい、これで最後の長編みをして10段。はい、これで10段編めたかな、編めたよね。はい、編めましたね。2枚ずつ、こっちとこっち、この1色でピンクならピンクで、長編み3目と玉編みっていう風に2枚作っていけば全部で、20枚できるはずなので、それを、糸が足りればね、今度このガーランドって別にこれだけじゃなくて、こういうのにこうじゃないですか。なのでこの部分ですね、この部分を別の糸で作るかもしれないっていうのがあるので、まずこれを20枚作って、全部作ってから、このロープというかこの紐を作りつつここを編みつけていけたらなと思うので、まず20枚作るってところだと思います。はい、まずねだからこれもちょっとねちょこちょことやっていきたいかなと思います。ちょっと2日間にわたってねちょっと考えるところから始まったんですけど、あ、だからこれあれですよね、あの紐のところだけこうキラキラにしてみるとか、だから1,2,3,4,5、適当に、まだね試しなんで、さあここで一番端っこの空いてるところに細編みして、で1,2,3隣とかってくっつけていってもいいかな。そしたらキラッキラキラッキラー、あ、キラキラいいね、キラキラ楽しいかも。このなんとも言えない、なんとも言えないチープ感といいますかこういう感じにやっていくのもいいかなと思います。黒もあるんですよ、このキラキラ、黒でやっていくのもありかなとも思ってます。はい、そんな感じでちょっとまずは20枚作っていくことをやりたいと思います。はい、それではまた明日天気良くなってほしいなという思いでちょっと祈っておきます。はい、それではまた明日何かやっていきます。じゃあ。